その他よろしいでしょうか。共同通信さん。お世話になります。共同通信の本間と言います。2点ちょっとお伺いさせていただきたいんですけれども、まず1点目、裁判の関係なんですが、先日16日にですかね、選挙のポスターの関連で判決が一つ出まして、市長の方からコメントも司法管理者の方にいただいて、司法の評価が興味深いことになったというコメントをいただいているんですけども、それについて、そのコメントの中身ですね、具体的に個別で対応ということでしたので、この場で少しご説明をいただきたいなと、受け止め、改めてになりますが、お願いしたいなということが1点目。あと、もう1点裁判の件なんですけども、明日また別件の山根市議と の裁判の判決出ますけれども、こちらについて市長の方で具体的に何かコメントを出される用意とかがあるのかについてお伺いしたいなと思います。はい、ではまず1つ目からです。昨日のライブ配信でも言及したんですけども、これわざわざ公に話すような内容なんでしょうか。メディアの皆さんが報道されてたのが結構びっくりしました、正直言って。単なる民事の訴訟ですよね。で、どちらかが加害者というわけでもないじゃないですか。ってなった時に、これをわざわざ公に報じる必要性があるんだろうかというのは、未だに戸惑いとしてありますが、聞かれた以上答えないというのも罰が悪いというか、何かは後ろめたいように取られても尺なのでお話ししますが、もう一遍整理します。そもそもの出発点は、公費負担でポスタービラというのは作成できますよねという認識です。これは両者の落ち度ではあるんですが、時間がなかったので見積もり、そして契約を巻く、契約書を、交わすと、契約を交わすという手順が取れませんでした。なので口頭ベースなんですね。口頭ベースででも契約が成り立つんです。書面がなくても。口頭ベースでやり取りをしていて、はたと気がついたときに私の方から問いかけました。結局いくらになるんですかと。で、そしたら向こうから、いや、公費負担ですよねと。で、メールの文言にも載ってました。石丸のご負担はないはずですと。で、実際これ裁判の中でも言及あったんですが、他の受注で公費負担を超える案件を受けたことはないとまで言ってるんですよ。どう考えても認識のズレなんですよ。確認不足なんです。私は確認した上で、選挙の常識として、ネットでも本にも書いてありますが、ビラポスターっていうのは公費負担で賄える。で、その金額は秋田だとこれぐらいだって確認して臨んでます。一方、先方が、その、立て付けは理解してるけど、実際の金額を確認しなかった。ここだけです。で、それに対して、裁判所の判断が、その両者のやり取りではなく、その商業的な話ですね。サービス、もの、その対価、サービスを受けたんだから、その対価は主張してる側の値段で払わないといけないと、まあ、ざっくり言うとですね、こういう見解を裁判所は示したわけです。なので、私としては興味深いなと。お互い公費負担だと思ってて、単にその公費負担の金額が確認してたのと、確認してなかったのと。そこに問題点があったんです、出発点が。にもかかわらず、裁判所がそうではなくて、サービスに対する対価、この、まあ、金額に焦点を置いたのが興味深いなという話をしたところです。ただもう一回言いますが、これは本来的に民事の単に2社間における係争争い事なので、あまり公で議論をしても線がないのかなとは思います。そうではなくてです。あえてわざわざ、ね、今日もこうしてお話をしているのは、ポスタービラという選挙に絡む利権、これをもっと世に知らしめた方がいいんじゃないかと考えたから、このようにお話をしています。確か、他ならぬ中国新聞だったと思うんですけど、
3年か数年前にそうした記事書かれてたはずですよ。そのポスタービラが高すぎると、公費負担の額がですよ。で、税金で賄えるからといって立候補者が大盤振る舞いして発注しとると、で、業者が喜んで受注しているというところまではそこで出てるんですよ。果たしてこの金額が妥当なんだろうかという、そもそも高すぎる論争があるんですよ。今回の逆ですけど、ややこしくて。で、その高すぎる、まあ、税金の向かう先ですよね。それが昨日もちょっと触れたんですが、ね、政治における闇の部分になる懸念があるんじゃないかという話をしました。だって立候補して何百万も自分が発注できる権利を得るんですよ。税金が使えるようになるんですよ。で、極論ですよ、実際の妥当な水準より水増ししてでも請求できちゃうんです。で、今回の裁判でもそこに焦点当たってましたが、限りなく言い値なんですよね、この契約というのは。公費負担の上限があるので、上限いっぱいまでは業者側が受注する際に金額つけられるんですよ。たときに、もしかしたらそこから今の政治資金パーティーのようにキックバックも起きかねないじゃないですか。起きてないというふうにメディアの皆さん確認されてます？調べられました？今まで。その、あれは政治資金の収支報告書と、その選挙に関わったお金であり、普段の献金とか往来を確認された上で問題ないと言ってるなら、ああよかったと安心するだけなんですが、印刷業者その関連から献金とか政治家にあったとしたら、いわゆる癒着じゃないですか、それって。そうした懸念が払拭できないので、改めてこうして問うています。まあ、最近選挙がね、広島の界隈ではないので、ちょうど閑散期に入ってますが、なおのことこの時期にそうした選挙の闇、政治の闇というもの、ね、今国政では話題になっている通りですよ。何十年も見過ごされてきた利権ってまだあるんじゃないんですか？ないんであればいいんです。ないというのをぜひメディアの皆さんに証明していただきたいなと思ってます。で、2つ目、恫喝裁判の方なんですが、これは明日ですよね。判決が出るということなので、それを待つだけです。今のところ私から特にというのはありません。なんか、どういう感想とか、なんかあったんですかね。すみません、あの判決、地方幹事社の方からも、あの判決後に何かコメントを出される用意はあるのかということで、あの確かお伺いしてたかと思うんですが。判決後、必要であればコメントをしようと思います。わかりました。今のところはということですね。じゃあその予定立てておきましょうか。明日何時だったかな。昼だったかなと思いますけど。明日 2時ですかね。昼2時ですか。もしご利用ならそのぐらいにまたお越しいただいてもいいんですけど。あ、わかりました。ここまで来るのはめんどくさいですか。ちょっと幹事社の方からあの調整してます。はい、はい、あのもし取材されるということであれば、はい、準備をしておきます。わかりました。ありがとうございます。